米大リーグのドジャースへ移籍した大谷翔平投手29が31日から全国で放映される人材サービス企業、リップ株式会社本社東京都港区のテレビ CM に登場することが25日、分かった。今年の CM 出演は9社目広告業界関係者によると。 世界のスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル約1015億円イコール為替レートは入団合意時の大型契約を締結した二刀流の広告価値はさらに上昇していることが判明した2023年の大晦日、今季日米球界の中心にいた大谷が年の瀬のお茶の間に登場する ブランドアンバサダーを務めるディップのテレビ CM が31日から全国で放映されることが分かった「同 CM それぞれの働き方編」は「夢を叶える仕事に出会おう」がテーマ「夢に向かって頑張っている人と一緒に夢を目指していきたい」という大家の思いがこもった内容になっている。 撮影はシーズンオフの11月下旬、米カリフォルニア州ロサンゼルス郊外で行われた。ダークグレーのスーツを着た大家が撮影現場に入ると、落ち着いた様子で撮影が進行。11月16日、日本時間17日、ノアリーグ最優秀選手、MVP、発表時に寄り添い。 大きな話題になった愛犬のレコピンも駆けつけ撮影現場が和む場面もあったという目線や会話のスピードなど監督の細かい要望にも柔軟に対応した今年の CM 出演はこれで9社目リップの契約金は非公表だが広告業界関係者によるとこれまでの一般的な相場は1年2億から3億円程度で プロ野球の選手が3000万から5000万円程度と言われる中、大家の価値の高さは日本選手の中で群を抜く。同関係者は、今春のワールド・ベースボール・クラシックのテレビ視聴率は高く、子どもから大人まで幅広い世代に人気がある。女性ファンも多い、広告の到達力を示す、リーチ力がすごい、と分析する。 激しい争奪戦の末、世界のスポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル、約1015億円イコール為替レートは入団合意時で競合ドジャースへ移籍したことで、同関係者は、広告価値は数倍に上がっていくかもしれないと今後、契約金が5億円規模に到達する可能性を指摘。 今月上旬には米経済誌、フォーブス、電子版が、大谷が1年間に球場外で稼ぐ収入は3500万ドル、約50億円を超えると見積もった二刀流に挑み、唯一無二の存在である大谷の価値はさらに上昇していく今月14日、同15日の入団会見で、勝つことが僕にとって一番大事なこと。 常に挑戦したいと語った大谷ワールドシリーズ制覇とともに2年連続の本塁打王と MVP を目指す24年シーズン新天地でも価値を証明する私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです大谷選手の存在は唯一無二になり多くの子どもたちの憧れとなりますます 注目度も格段にアップされているただ一つ心配なのはあまりに有名になりすぎて過度な取材やパパラッチのような構成を受けてストレスが過度にかからないでしょうか完璧な人間はいませんし超有名なゆえにちょっとした立ち居振る舞いでもすぐにニュースになるプライベートも。 目立つし少しのミスも大事件として報道され普通の生活は望んでも不可能でしょう完璧ゆえにいらぬ心配をしているのは自分だけでしょうか私も最近成功の腕時計を買いましたがやはり影響力はすごいですね少しまでなら G ショックにしてたと思いますこれを機会にアメリカでも成功に人気が出るといいですね 大谷さんはすごい、突き抜けてるから、いくらもらおうが、わんこと CM に出ようが、何をしても叩かれない。品が良いし、優しいし、コメントも素直で好感が持てる。アメリカの選手たちにも憧れられる大谷さん、日本でこんな素晴らしい人が誕生するなんて、本当に日本の誇り、広告効果は抜群でしょう。 以前ちょっと心配していたスポンサーからも降りたようなので安心していますが今後も変なスポンサーを見極めるようにしてほしいですまた注目度も上がりパパラッチも心配ですが寄付依頼を申し出る人団体もが増えそうです病気の子どもへの治療代野球関連送迎の大型バス施設整備などへの依頼などに加えていろいろアプローチしてくるやからがたくさんいそうで トラブルにならないようそのあたりを適切にサポートする体制が整っていることを望みます。